平山です。はい、本日もやっていきたいと思うんですけども、ついに見つけちゃいました。はい、あの巨人の星の、あの星ユーマのあの妖精ギブスみたいな感じ、これほんまにセパレート版。まずこちらとこちら、でんセラバンドループ、この2つです。これはまああのセパレートバンドはバットにこうヘッドの部分と根元の部分かな、引っ付けて、まあこれは壁に引っ付けてっていうので、まあこれは使い方紹介するんですけども、もうこの2つが革命的なこうバッティングを起こすと。ほんまにこのセラバンドの使い方ってバッティングにとってすごい大切になってくるね。特にやっぱこう打つときにしっかり足を踏ん張れ、話で打てとか、まあ、そういうことを動画内でもお伝えしたんですけど もうついにねこの2つが揃ったら最高ですよっていうのを、今回ちょっとねこの2つの練習方法をちょっとお伝えしたいなと。いつもバットだけやないかと、ね、打つだけやないかと、そう思われてる方いると思います。なんとですね、ベースボールタウンさんからですね、この度ですね2点、10% 引きのクーポン発行されますよっ。上限は200枚。上限は200枚ですね。これね、すごいな、ベースボールタウンさん。2点ね、10% 引きってかなり大きいですからね。それを、まあ200枚か。すごいのが、100枚売り切れるとするじゃないですか。クーポンがね。じゃあ、その中から20名様に、1万円分の商品券、ベースボールタウンで使える商品券がプレゼントされると。そんなことあっていいんですか？1万円って結構でかいよ、野球道具で。だいぶでかいよ。 エーバーって1枚買えるよな、あの結構高いさ、かなりクオリティ高いやつ。普通のソックス20枚ぐらい買えるね。とんだま太っ腹というか、まあ、2点で 10% で引きのクーポンと1万円分ですよ、20名様。いやーすごい。これはちょっと条件がその3000円以上かな、3000円以上をまあ買わないといけないっていうのはあるんですけども、これで済みます。紹介するやつでセパレートバンド、これが、2750円です。はい、で、セラバンドループ、これが、1416円。細かい。これ2つでもう3000円以上超えるんで、もうこの2つでバッティングのふらつきであったりとか根本はすごい改善されると思います。なので今回この2つを使って説明していきたいと思います。やりましょう。まあ、概要欄にそのクーポンの URL 貼ってるんで、でミノルマンコラボっていうクーポンなんで、もうここしかないです。今しかない。9月の4日から11日まで、はい、急げっていう感じなんで、ぜひ皆さん概要欄からチェックしてみてください。では早速やっていきます。はい、ではね、説明していきたいというふうに思います。このなセパレートバンドめちゃくちゃ優秀。これね、まずところと、まあ、この根元の部分ですねをつけてるんですけども、まずこれどうやって使うかというと、バッティングって最初に衝撃に来るところ、まずどこかって言ったら絶対にこの手なんですよ。手から手首にかけてここにこう衝撃が来るわけですよ。で、特に本当に小学生、中学生でパワーがないっていう方めっちゃ多いんですよ。バッティングで飛距離が出ませんとか、そういう方多いんですけども、それってそもそもやっぱり弾き返すための筋力がなかなかまだないわけですよ。どうすればいいかって言ったら、もうこれ使ったらいい。どういう風にやるかというと、まずね、後ろの手インパクトからこっから後ろの手でちょっと短く持ってください。で、こっからこれをね、セパレートバンド優秀ですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、やばい。これで、まあ、理想を強化するわけですよ。当たった時の衝撃を少なくして、なおかつパンチをつけたい。やっぱりこのバッティングの形でこのリストの強さっていうのは絶対つけた方がいい。その方が野球につながるから。押し込みの手やったら次前の手ですよ。前の手、これも短く持っておく。はい、ここから1、2、3、4、もうやばい、1、8、9、10、1、2、3ってやっていくわけですよ。これも30回2セット。これなかなかきつそうですね。めっちゃきついよ。
片手ずつ30回にセットやったら両手やっときました。両手で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5ってやっていく。中学生以上は100回、小学生は50回ぐらいでいいかな。まあ、僕もこのここめちゃくちゃ太いんですよ。やっぱりこの当たった時の衝撃とか押し込みっていうのは実際こうバッティングで鍛えれるかって言ったらなかなか正直鍛えれないんですよ。インパクトで一瞬こう例えばボール来てそれを打ち返すってなったら一瞬筋肉が使われるだけ。それを継続的にずっと続けた方がやっぱ筋肉って刺激が強くなるんで、なのでこういう押し込みの練習を、ぜひしてください。これめちゃくちゃいいアイテム。強さもちょうどいい、強すぎず弱すぎずいい感じの強度だから、やっててね絶妙にこうなんていうかな、辛さきつさっていうのが出てくるから、これは絶対やった方がいいです。しかもこれあれや、家でもできるしさ。家でもできるね、これなんかちょっと引っ掛けるとこがあれば。そう、引っ掛けるとこがあったら全然できます。どこでもできます。こんな感じになってるんで、はいはいはい、これをなんかどこでもいいのでこれを引っ掛けて、これだけ、はい、まず1個目これですよ、はい、2個目ですよ。もうこれとこれを組み合わせた、はい、来ました。ダーン、セラバンドループ、これを使います。いや、これどこで使うかって言ったらもうね、これを後ろの足に掛けます。で、伸ばします。で、親指につけます。親指で踏んでつつ、踏んでるつつ左足に巻きつける。巻きつける。で、インパクト。はい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 。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってやってみます。頑張ってください。で、これね、何が大事かって言ったら、これ上きつなってくるでしょ。上きつなってきても、下踏ん張らないとダメだから。そう、これ離れたらこうなっちゃった。要はこれはしっかりと振りに行くときね、しっかりこう強く振りに行くときに、やっぱり指っていうのは地面をしっかり感動がないと強さで、だからよくぐらついてしまう子とかいるやんか、それが解消される。これでまず片手から30回、これ30回、もう上も意識しなあかん、下も意識しなあかん。人間って2つ同時意識するってめっちゃ難しい。特に野球って上もこうしなあかん、下もこうしなあかんって2つの意識が入るわけ。それを練習の時から意識する。上をこうやって出していこうとしてもしっかり下は踏ん張れるから。で、このままこっちもやる、はい、前の手も30回やる、両手も押し込む、ね、押し込むことができたら歌ってみましょう。歌ってみましょう。はい、行っちゃいましょう。ステップ3、プラスワンみたいな感じですよ、これ。スパン取りに行く。筋肉痛やばい、スパーンね、これしっかり踏ん張ってる証拠ですよ。これ踏ん張れない子っていうのは、これやっぱ小学生だからめちゃくちゃきついんじゃん。いや、きついと思う。もうだって上も意識して下も意識しながら小学生のうちからそうしてほしい。2つの意識をちゃんと持ってそれをしっかりとやらなきゃ。でもそうなったらやっぱりこういうねアイテムが絶対必要なんだ。やっぱり上意識してても下何もつけへんかったら、あー疲れてきたーって形悪くなってくる。足もこうほどける。それではセラバンドが待ってるから、パーン。でもね、これいいことに痛ないよ。そう、今僕がパチーンって痛いと思ってるでしょ皆さん。全然痛ないから、肌に優しい。全然痛ない。すごいな。すごい。だからこの2点セットやばいよ今回。調子が悪くなった時とかにもずっと使える、こういうので。やっぱね、意識が分散しちゃうねん。どうしてもこう結果が欲しくなったら、例えば下の踏ん張りが浅くなったりとか、ここをしっかりと持ってくるための動作が悪くなったりとかしちゃうから、だからまずはその小学生、中学生っていうのはこういう風に押し込んでいくね、手首を返さずに押し込んでいくっていうインプットもできるし、なおかつこのバンドを下につけて踏ん張る、バッティングの時に踏ん張れることができると体の開きを抑えれるし、だから最高、この2つは。いや、でもほんまに今日紹介したやつは絶対やった方がいいです。これ高校生もやった方がいいな、大人の方もやった方がいい、でもみんなやった方がいいんやけども、やっぱりこの足の踏ん張る力っていうのは本当に想像以上にすごいから、だからこのバンドも使って、こちらも使ってね、はい、こちらも使ってぜひやってほしいというふうに思います。ぜひね皆さん、ベースボールカウンター
の、まあ、こういうクーポンは概要欄に貼ってますので、ぜひそちらチェックしてもらってね、100枚いったら1万円分の、ベースボールタウンさんに使える商品券を20名様にプレゼントなので、すぐもう4日から11日までしかないので、すぐねチェックして、そしておすすめはこれです。もうこれ、そのセット、はい、このセットもう抜群にいいんで、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導もご登録お待ちしております。また女子硬式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらの方もぜひ応募ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。